今回は進化の謎を数学で解くを紹介します。新しい種が生まれた時なぜそれが古い種にとって変わるのかダーウィンはそれを自然淘汰という考えで説明した環境の変化に適応できない古い種は淘汰されていくそれが進化なのだとしかしではどうして都合よく 新しい環境に適応した新しい種は生まれるのだろうか。ダーウィンがどうしても解けなかったのがその最適者の到来の謎だった5,000次元の組み合わせを解くことのできる数学とコンピューターが最適者の到来の道筋を解き明かしつつある植物学者であり遺伝学者でもあったユーゴード・フリースは かつてこう述べたと言われる自然淘汰は最適者の生存を説明できるかもしれないが最適者の到来アライバル・オブ・ザ・フィッテストを説明することはできない自然淘汰による進化というアイデアに従えば確かに有料な形質表現型が集団中に広まっていくことは説明できるしかしそもそも その有料な形質というものはいかにして登場するのか還元すれば生物における新機軸イノベーションはどのようにして生まれるのか進化論の根幹とも関わるこの謎に本書は果敢にも挑戦していく一見すると今の謎は解決済みであるように思えるかもしれないすなわち新機軸を生み出すのは 遺伝子におけるランダムなな突然変異ではないか、学校でもそう習ったではないかとしかし本書の著者によればそのように応じてみてもここでの答えとしては十分ではないというのもタンパク質の潜在的な組み合わせの数は超天文学的でありわずか100個のアミノ酸を持つタンパク質でさえ10の130乗通り。 あくまでもランダムな変異のみでその中から適当な解を引き当てるのだとすればそのためにこれまた超天文学的な時間がかかってしまうからであるそれゆえ先の謎を解決するためにはランダムな突然変異以外の何かがさらに必要となるではそれは何だろうか著者はこの問題に数学とコンピューターを武器に挑んでいくそして そこでの発想とと手法がりわけ面白い。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。